ライザ、ご苦労さん。余った分は持って帰っていいよ。はあ、やっと終わった。しかしライザが手伝いに来るなんて珍しいな。いつもは行っても来ないと。だって手伝わなかったら屋根裏に入れなくなるし。ん？なんだって？はあ、なんでもない。そうか、遅くなる前に家には帰りなさい。母さんも心配するからな。余ったこれどうしよう。錬金術の材料にもなるかな。ここがお前さんの実家の畑か。あ、無事に草刈り釜は作れたようだな。アンペルさん、もしかして心配して来てくれたの？たまたまこの農場に用があっただけだ。そこにお前さんが偶然いたに過ぎ。だが物はついでだ。草刈り釜を作れたならこの本を渡しておこう。これってもしかして新しい錬金術の本？今のお前さんでは到底作れないようなものばかりだが、草刈り釜のような採取道具について書かれている。新しい道具が増えれば採取だけでなく、例えば岩で塞がれたような道の先にも行けるようになるかもな。新しい場所、新しい冒険ワクワクしてきた。用も済んだ、私はもう行くぞ。アンペルさん、ありがとう。あれ、そういえば農場に用があるんじゃなかったっけ。ライザ、出かけようぜ。出かけるってどこに？クラウディアの家だよ。場所が分かったんだ。え、そうなの？どこどこ？アンペルさんたちの家の近くだとさ、同じように空き家を借りたらしいぜ。旧市街か。あそこら辺空き家が多いもんね。よし、早速行ってみよう。詳しい場所は聞いたし、旧市街に行けばすぐわかるだろう。なるほど。着替えだ。
っしゃ。聞いた話だとこっちの方だったはず。多分ここだよ。すみません、ライザリンシュタートです。クラウディアさんはいますか？おい、いきなりすぎるだろ。これくらいやった方が話も早いでしょ。ライザ、いきなり大声で呼んだりしてごめんね。ライザってマナーとかかなりあれだから。ううん、来てくれて嬉しかったよ。挨拶に行きたかったんだけど引っ越しが忙しくて。私たちの方もドタバタしてて遊びに来るの遅れちゃったんだ。アンペルさんとリラさんから聞いてるよ。みんな自分のやりたいことに打ち込んでるって。まあな、忙しいけど楽しいぜ。充実ってやつ。僕なんかまだわからないことだらけだけどね。アンペルさんたちとは会ってたんだ。うん、近所だし、お父さんの相談役として村に滞在してもらうって。二人も遺跡の調査だったかな。その仕事が終わるまではいてくれるみたい。みんないつかいなくなっちゃうのかな。だとしてもそんなすぐじゃないよ。販路の手続きとか収穫量の調査とかやることも多いし。そっか。そうだよね。じゃあいる間はいっぱい遊ぼう。嬉しいけど3人ともやることがあるんでしょ。遊んでる暇ってあるの？それはそれ、これはこれだよ。そうそう、暇ってのは見つけたり作ったりするもんさ。変な遠慮すんだって。錬金術だって材料の採取で出かけることも多いし、近場の危なくないとこなら島の案内もしてあげるよ。ありがとう。安全なら外出も許してもらえるかな。あの騒ぎからお父さん少し神経質になってて。あれは実際危なかったしな。俺たちが用心棒として不足なのは、まあ、ああそういえばずっと気になってたんだけど、なんで魔物に出くわすほど森の奥に入ってたの？親父さんもよくいなくなるみたいに言ってたな。なんか訳ありとか？女の子の秘密を気安く聞いたりしない。そんな大げさなことじゃないよ。あ、ただお父さんには。やあ、ようこそ諸君。今日はゆっくりしていってくれ。ああ、こんにちは、ルベルトさん。お邪魔してます。
ねえクラウディア、今度私の部屋に来ない？そこならいろいろとお話できると思うよ。うん、ありがとう。アトリエにようこそ。それ恒例かなんかなの？ご自慢のアトリエにお招きいただき光栄でございます。錬金術師ライザリン・シュタート様。クラウディアまでノリノリか。それよ、そういう反応が欲しかったのよ。本当男どもはさ。本当に今日は招待してくれてありがとう、ライザー。旅暮らしだとここまでしてくれる友達もいないから。ふん、あ、そっか。ここに招待されたからにはクラウディアも正式に俺たちの友達で仲間なんだぜ。何の正式よ。まあでもそういう感じなのはわかるかも。私の友達で仲間。何クラウディア、そのケース最初に会った時に持ってた？うん、あの時森にいた理由話しておこうと思って。そんなに大した話でもないんだけど。そのケースが理由なの？確か親父さんには秘密だって言いかけてたっけ。うん、中はこれ。へえ、綺麗。これは笛？フルートっていうの。あの日もお父さんに見つからないところまで行ってこっそり練習をしてたんだ。そしたら魔物に襲われたと。なんでそうまでして隠すんだ？親父さん楽器が嫌いなのか？それはちょっと事情があって。いいよ、無理には聞かないから。レントもタオも無神経に触れない。いいわね。わざわざ言わなくても分かってるよ。ああごめんなクラウディア。ううん、私の方こそ。こうして持ってきてるのに中途半端に隠したりしてごめんなさい。それよりさ、せっかく持ってきてくれたんだからちょっと吹いてみてほしいな。ごめんライザー、まだちょっと恥ずかしいから。今度ね。ああそう。無神経はライザの方なんじゃないの？うるさいわね。これからも時々遊びに来ていいかな？言ったろ、仲間だって。いつでも気軽に出入りすりゃいいさ。ここ私の家なんだけど。
替えだ着替えだ。休まるね。ライザ、ちょっといいかな。お使いを頼みたいのだけど、フレッサの店でヤギ肉を買ってきてほしいんだ。切らしていたことに今気がついてね。お使い？めんどくさいな。買ってきてくれたらお立ちんを出すよ。やる、やります。フレッサさんの店に行ってヤギ肉を買ってきます。任せたよ。買ったら私のところに持ってきておくれ。
んだと？先売れねってのはどういうことだ？この声は。やめろ親父、こんなとこで何やってんだよ。うるせえクソガキ、いきなり邪魔しやがって。てめえどっちの味方だ。そういう話じゃないだろ。ちょっとザムエルさん、道端で喧嘩なんて。え？てめえライザーか、いつそんなでかくなった。前もそんなこと言ってましたよ。じゃなくて、なんで暴れたりしたんですか。過去のクソ店主が俺には酒を売れねえと抜かしやがる。俺は客だぞ。金だってあるんだ。街道で魔物をぶっ倒して稼いだ金がよ。なのになんで。わかったわかった、俺が話つけるから先に家に帰っててくれ。チッ、胸くせあり。二度と来るかよこんな店。すみません、ご迷惑をおかけしました。ライザもすまねえ、嫌なもん見せちまったな。ううん、ザムエルさん相変わらずだね。ああ、酒に酔ったら暴れて、酒がなくなればまた暴れて。あれじゃ、母ちゃんが出て行って当然だ。なのに何もできねえ。そんな俺が。おい、レント。すまねえ、仲間の前でかっこ悪い。レントの力になれればいいんだけど、今の私じゃ何も。休まるね。やっほー。よう。クソが。ああ、
ところでだね。何？どうしたの？これはすまない。いいや。さすぎ。聞けよ。よっしゃ。取引成立。これでいいかな。取引来てくれたか。助かるよ。それでお立ちんは？もちろん忘れてないよ。これだけあげよう。これだけ？ただの買い物だし、そんなものだろ。ちぇ、足りないというならもっと働くことだ。そうだ、村の人の手伝いをしてみてはどうだい？頑張って人の役に立てばきっといいことがある。
お金だけではなくね。手伝いか。どこまで続いてるんだろうな、この道。よし、あった。え、気をつけて。おや。行くよ。そこ。そこ。痛えな。小さいのとか探すの苦手なんだよな。くそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。一気にやっちゃおう。おり
行くよ。そこ今だ。おやおや行くよ。チャオせーな。これでどうだ。チャオ行くぞ。当たれ。おやライダーキッせーな。そこライダー行くよ。今だ。せいライダー気をつくって。もう終わりかよ。またひまだ。ちょっとこんな植物でいいのかな。持ってるのもあるから触るときは気をつけなきゃ。やあ、はい、これ、僕薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。やっ、気をつけて。せい当たれ。そこ今だ。行くよ。そこライダー、そこ頼んだ。せいライダーチャンスよ。せいそこさあ、どんどん進もう。気をつけて。せい行くよ。そこそこせっ、そこチャン、せーな。今だ。行くよ。おやチャン、しっかりね。敵を崩せよ。これでどうだ。ライダー、頼んだ。ライダー、今だ。せっ、そこせっ、テンション。進もなら俺でも集められそうだな。さあ行くぜ。おや。そこ行くよ。そこ。連射。ライザー、頼んだ。今だ。おや。ヘッドで。もう終わりかよ。さあ行くぜ。おや。行くよ。今だ。今だ。せーな。せーな。どうするんだよ。もう終わりかよ。
気をつけて。おりゃ、いくよ。今だ。そこ、せい、いくよ。まずい。タオ、今だ。しっかりね。タオ、いくぞ。連射、せい、せい。タオ、避けられるかな。ライザ、頼んだ。これならどう。進もう。やあ、これが薬の材料ってわけか。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。この広場までは楽に来られるようになったな。魔物も来そうにないし、ここらで一休みするか。そうだね。クリント王国の人たちもそれが分かってたから、ここに建物を建てたのかも。にしてもどこにでもあるよな、クリント王国の遺跡って。アンペルさんも一地域にここまで多いのは珍しいとか言ってたっけ。僕らには当たり前の光景だけどね。ライザ、俺が見張るから少し休んで。おい、ライザ。広くて安全、頑丈な土台もあるし、湖にも面してる。しかも島からはちょうど見えない位置。聞いてんのか、ライザ。ここなら。ああ、何レント、休憩しようっつったの。たく、何一人でブツブツ言ってんだ。ああ、なんでもない、ない、気にしないで。変なの。水筒、水筒。二人とも、俺の後ろに下がれ。誰かと思えばお前たちか。アンペルさんにリラさん、こんなところまで遺跡の調査に来てたんだ。驚かさないでよ。安全なこの広場にまで魔物が入ってきたと思って焦っちゃったよ。安全は安全として、警戒は怠らないだろ。まあ反応は良かった。あとは気配のした方角以外にも注意を向けろ。なるほど、そういうもんか。この近くにも遺跡があるの？あんまり聞いたことないけど。あるなしを明確にするのも調査のうちだ。まあ結果としてはなかったわけだが。この広場も土台だけでわざわざ調べるほどの遺跡でもないもんね。北の方に手を出すのはまだ時期尚早だろうしな。まずは近場から足固めをしていこう。近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。よいしょ。大事に使わせてもらおう。
しいこと起こるかな。やあ！さあ行くぜ。おりゃ！これならどう？今だ！今だ！おりゃ！それそれ！今だ！いいな。そこ！レント、任せた！切り裂く！レント、頼んだよ！それ今だ！今だ！いいな。タオ、しっかりね。あとは頼むぜ。せい。今だ。せい。もう終わりかよ。まだまだ。ちょっと。やあ。生臭いな、もう。必要なら集めるけどさ。よっ、一気にやっちゃおう。おりゃ、いくよ。いいな、おりゃおりゃ、これでどうだ。いいな。レント、頼んだよ。おりゃおりゃ、練習だ。そここれくらい当然さ。よし、あった。キノコ取ったぜ。もっと、今読んでるのって前の辞書と違う本だよね。あっちはもう読み終わったんだ。分かりそうな単語の拾い出しが終わっただけだよ。今はこの百科辞典で単語の特定をしてるところ。百科辞典、クラウディアは知ってる？商品として扱ってるのは見たことあるよ。たくさんのものが解説されてる本でしょ。うん、今まで眺めることしかできなかった本を読み解いていけるのは楽しくてたまらないよ。アンペルさんは読み解いてくれないの？明らかな間違いは指摘してくれるよ。でもまずは古い言語に触れ続けて癖をつかめだってさ。よくわかんないけど。なるほど。ライザー、よう、ちょうどみんな揃ってるな。ちょうどって何が？その大きなのは地図？ああ、家を引っかき回して見つけてきたんだ。街道くらいしか載ってないけど目安にはなるだろう。そんなの持ってきてどうするつもりさ。まさか。ああ、そろそろ行動範囲を広げようと思ってな。やっぱり迂闊に街道を外れたらすぐ魔物に襲われちゃうよ。村の大人たちみたいなこと言わないでよ。小妖精の森だって街道の外でしょ。そりゃそうだけど、あそこは村の対岸だし。だいたい近場なんかで泊まってられるかよ。知ってるだろ、俺の目標はあの塔なんだぞ。塔、あ、もしかして晴れた日に北の山あいから見えるあれ？それそれ、街道の西側の果てに天高くそびえてるらしいよ。
実際に確かめた人は村にはいないけどね。村じゃ昔から街道の西を悪魔の野って呼んで、絶対入っちゃいけない禁足地にしてるんだよ。俺の夢はそこを探検して親父や村の奴らをあっと言わせてやることなんだ。お父さん？いや、もう夢じゃない。そこに向かって一歩ずつ進んでる現実だ。現実か。私もそろそろ本気でお母さんに怒られる現実を何とかしないと。どうしようかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。さあ、何を入れよう。おお、いい、これでどうだ。さあ、何を入れよう。いいもの、で、どれにし、これでどうだ。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。よう、邪魔するぜ。あれ、どうしたの。アンペルさんとリラさんから呼び出した。タオも来てくれってさ。私たちを？何の用だろう。そうな。とりあえず行ってみようぜ。何作っちゃおうかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこにし、さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うお、い、どれがいいかな。これでどうだ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どうしようかな。どこに、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。これでいい。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。
ってと。お手伝いをサボった後の帰宅は熟練のテクニックでさりげなく。おー、帰ったぞレント。水、いや酒だ。ザムエルさん、帰ったってここ私ん家。うわ、お酒臭。え、ライザー、てめえなんで俺の家に。あら、ザムエル、あんたまた昼間から飲み歩いてるのかい。げ、み、みよ、なんで。なんでも何も私の家だよ。なんだい、家を間違えるほど酔っ払ったりして。うるせえ、俺の勝手だよ、ほっといてくれ。人の家に乗り込んできてほっとけもあるもんかい。いつまでもそれじゃレントがかわいそうだよ。あんた昔からうるせえんだよ、ずっといつも あいつと一緒に。あ、おや、珍しいな、ザムエル、うちに何か用かい。カール、また飲んでいるんだね。ならちょうどいい、家に汲んできたばかりの冷たい水がある。一緒に飲もう。俺、私たちの間柄で何を遠慮することがあるんだ。さあ、ミオもライザも一緒に楽しく話そう。なんであんたとミオは俺に変わらず。あ、くそ、ふざけやがって。飲み直しだ。ザムエル、あまり飲みすぎるなよ。ちゃんと野菜も食べろ。うるせえ、おら、くそ。何がどうなってるの。気にしなくていいんだよ、子供はね。こんなもんでどうだ。こういうのもいいじゃん。